こんばんは。さっき一瞬なんか一瞬始めちゃった、一瞬やっちゃった。ポニーテール、みんな何してますか今。見てくれてるんか、そりゃ。安定の座椅子笑。座椅子めっちゃ笑われるんやけど、なんでやな、なんでそんな笑う。めっちゃ笑われる。みんな何してますか。この座椅子ね、あれ小林と一緒やった。小林も持っとった。あと HKT の誰やっけな、さやまる、もうなんかこの椅子座ってる写真見た。こんばんは、みんな。暑いね。なんかさ、天気予報でさ、ずっと雨やったのにさ、意外と晴れやね、ずっと。明日とかどうなんやろ。今日だけ晴れ？そうなんかな。嫌だな。え、明日雨？嫌やな。嫌だな。雨？嫌やな。雨ほんと嫌い。明日雨やばい。そうなんや。やだな、ほんとに。頭痛くなるよね。今日は生写真の撮影を朝した。朝っていうか昼。お楽しみに。かわいい衣装着たよ。モバメの髪型めちゃくちゃタイプでした。マジ？このやつハーフ、ハーフ、ハーフポニーお団子。M の話しますか。M、みんな M 見てますか。M、ドラマの。愛すべき人がいて、見てる人、はい。見てる？みんな見とるね。めっちゃおもろくない？おもろいっていうかさ、おもろいっていうか、めっちゃよくない？
めっちゃ好き。次最終回やっけ。M ならアイドルの夜明け公演が好きです。 M 違い。いやーめっちゃいい、大好き。田中みな実さんの演技がすごいね。ド M です。 M 違いやな、それも。いや本当に楽しみ、来週が。なんかなんかミラーボール来た。ありがとう、みかな大好きさん。ドラマがさ、マジ毎週の毎日の楽しみ。あの新しく始まった警察のやつも面白かった。一番見たけど。今日なんか可愛さが限界超えてませんか。マジマジで嬉しい。そう、未満警察、そう、それ面白かった。なんか吉瀬美智子さんが出たら大体おもろくない。なんか久しぶりのあの感じのドラマ、ちょい昔の面白さな気がする。録画してまだ見てない。いやー面白いよ、見た方がいい。早く。今日は19時からリナの卒業セレモニーだ。寂しい、リナとか初めて呼んだわ、超寂しい。だから今日は19時までには終わる。リーナ林さんのね、林さんの、コバさんのね、コバリナさんの。いろんな読み方があるね、読み方。林さんの。寂しい。リーちゃん元気だった。もうリオナは元気よ。元気すぎる。可愛かった。この間ね、会った3人で。寂しいよ。ミオ DMM で。卒業してもらえるといいね。ねえ、本当に
会おうねって言ったけど、なんかさ会おうねとか言ってさ会わんやん会わん場合があるやん、よく。あれ嫌いなんよね。だから絶対会ったるわ。2年前のモバメ見たらリオナとの写真いっぱいあった。嘘やん、ミカナリオナとの写真あんまなくない？リオナとさめっちゃ一緒におるのにさ写真は撮らんっていうやつやったんよ。毎日一緒に、毎日ではないけどずっと一緒に帰りおったし、一番一緒におったのに写真とかは撮らんかった。なぜか。おたり。リオナ、マリリンも辞めるしさ、ちょっと仲いい人が、仲いい人がな、みんな辞めちゃう。みんな仲いいんやけどな、辞めてない人も。みんな今日はお仕事でした？てかさ、この時間はさ、やっぱさ、ちょっとあれやな、まだ6時半やから。今日はずっと課題してた。お疲れ。今も仕事中？そうよね、やっぱまだ。みんなおつ。みんなおつ。公園で鳩に餌あげてました。いいね。なんかさ、都会の鳩ってめっちゃ黒くない？色。日焼けしてない？なんか仕事から帰ってきた。疲れね。都会の鳩日焼けしてるよな。多分あの空気が汚いからあれやん、その吸う口、体内も、あ、多分種類多分種類違うんやと思う。マジか。だからずっと都会の空気が汚いからそれでなってるんかと思ってた。種類が違うのね。ギャル鳩やっぱさ都会の鳩はさ、あの最先端行ってるからさ、ギャル、うん、ギャルやから、それでかっこよくダークな羽にしてるんかと思ってたわ。鳩マジで怖い。なんであんな近くに行っても避けんの？あ、餌の違い？そうなんや。田舎の鳩はね、もうちょっとあのなんか澄んどる澄んだ色してる。都
会のハトはガングロやからね。ハトは目が悪い。あ、そうなん？田舎で鳩あんまり見ない、ね、マジ？ミカナの家の近くの駅めっちゃ鳩おったけどな。怖かったもん、集団で。キジバトが多分田舎のやつで、多分黒いのがカラスバト。そうなんや。何の時間やん、鳩の話して。スズメって最近見る、最近見る。うん、大阪来て全然見んなって思いよったけど、初めの1年くらいは最近めっちゃ見るかも、スズメ。ポニテ最強、マジ嬉しい。なんかもっとももりもりにしたい。噴水。みんな何の髪型が好き？女の子の。ミカなのじゃなくて。このくらい前から見えるポニテが好き。ちょっと高くしてみよう、限界まで。でもね、ミカのね、めっちゃ髪空いてるからさ、空いてるからって水蒸気さ、めっちゃね、この後ろのから落ちてくるんよ。メイクさんにも髪好きすぎやから、すごい落ちてくるねって言われる。申し訳ない。ミカナが2000年初期の女子に憧れたばかりに。お、高くなったんちゃう。ほんでみんなは何が好き？髪型。ツイン、ツイン多いね。でもさ、顔が好きなさメンバーとかさ、推しメンとかのさとかってさの、結局ハーフツインが一番可愛くない？これミカナだけかな。結局ね、その人に似合う似合わんじゃなくて、結局ハーフツインが一番女の子は可愛く見える気がする。分からんけど、ミカナは好み。ハーフツインってだけで可愛いしな、なんかシルエット、なんかさ、このちょいこのちょいちょいちょい毛、ちょい毛嫌やな。ハーフツイン好きなんよね、ミカナ。なんか目つった気がする。ミカナ逆に推しメンとかのポニーテールは好きじゃないな。似合ってても別に好きじゃない。似合わんくてもいいからハーフツインしてほしい。あと最近ハーフサイドポニーも好き。やりづら。あ、え、ちゃう、そこちゃう、ここここ、よし、できた。ハーフサイドポニー、ハーフのサイドのポニー。
ナの方がやってなかったっけ、研究生の時。分からん。巻きのハーフサイドポニーが好き。茶髪で金髪がいいかな。ただのギャルが好き。なんかモリモリギャルが好きだよね。髪モリモリのギャル。硬い、いた。まあでもショートカットもいいよね。なんかミカの顔変わったくない？昔の写真をさ、みん、あの前言ったやんか、この間写真欲しいって。昔の写真見て顔変わったくない？なんか雰囲気かな。顔変わったよね。まあそりゃ変わるか。みんな写真いっぱいありがとね。嬉しかった。てか今何歳？18。18やっけ。18か。わからんくなるよね、自分の年齢。おきちゃんと LINE してる、してる、ずっとしとる。え、ミカの18よな、18よな。なんか19かと思う。なんか誕生日2回来た気がする。生誕祭を3ヶ月空けてやったから、なんかなんかそのせいや。絶対そのせいで。ミカの19の気がする。生誕の時にさ、コジミンさんに19だよねみたいな言われて、ナチュラルに「はい」って言っちゃったもん。なんか今日顔キラキラ。見えんか、見える？顔キラキラ。あ、すごいわかる。顔キラキラ。わかるかな。うん。テカテカ。わかる？伝わる？伝わっとんかな。でもね、鏡で見たらもっとすごいね。やっぱすごいね、メイクってすごい変わるね。おー、すげえすげえ。アイシャドウをこの辺に塗った。メイクさんに借りて。すげえ嬉しい。普段さ、キラキラあんまつけんからさ。おー嬉しい。おー、すごいすごいすごい。
あとさっき自分でも追加でさっきつけたから、このレブロンフォトレディディファイン&シェードのキラキラをつけた。お菓子だけって日あります？あります。よくないけどね。気づいたら、あ、今日お菓子しか食べてないみたいな日ある。あるよね。あるくない？ない？ミカナだけ？いい加減対面したいのですか？本当にね、みんなにさ、半年以上会ってないからさ、悲しい。でも野菜も食べるよ。野菜大好き最近。今日誰に会ったん？いっぱい、いっぱいではない。うん、何人か。また感染増えてきてるみたい、心配だよね。そう、そう、マジで心配。みんな気をつけて。なんかもう気をつけようね。マジで。東京が何人？何人やっけ？50人とか？いや、最近ずっと。気をつけようね。58か今日。気をつけよう。検査数が増えとる。あ、そうなんや。ミカニアラート。いや、ほんま発動するで、ミカニアラート。じゃあみんなミカナの髪型何が好き？いや、話めちゃめちゃ戻るやんって感じじゃないけど、ミカナのは何が好き？パイナップル。ポニテ好きやね、みんな。ボブ、ボブ。でもミカナ髪の毛アップした方がいい気がする。いや、知らんけど、分からん。日によるか。お団子あんまりしない。ミカナ髪の毛めっちゃ吸い取るけえさ、お団子しづらいと思うんよね。多分メイクさんに頼むのも申し訳ないくらいしづらいと思う。あ、すごいすごいすごい。おー、すごいすごい。止まった？止まった止まった止まった止まっちゃった？今まとまってたよな。ごめんね。どうしたんやろ。ごめんよ。そうや、みんなお話し会当たりましたか？どうどうどう。電波ミカノが悪いんかな。ごめんね。お話し会みんなまず応募してくれたか知らんけどさ、どう？当たった？
いつやっけ、7月、来週、来週かな、来週よね、来週だ、もうすぐだ、次の土日や、楽しみ。あ、平日もあるんやっけ今回、楽しみ。平日あるの嬉しいね。そうよね、土日やったら無理って人もおるやろうしね。ミカには USJ とか行きます？行かんねー、行かんねー、2、3回行ったことあるかな、3回くらい。マリアと行ったのが最後、2年前くらいに、1年前くらいかな、1年半前くらいかな、いつでもいいわって。マリアに会いて、マリリソ、はい、応募して当たるんやろ。溝淵さん、そう、溝淵さん、さっきさ、めっちゃさ肩重って思ってさ、めっちゃなんか肩重いなって思って、ネックレス、このネックレスつけとって、外した途端軽くなったんよ。怖くない？でも今は別になんともない、つけてもめっちゃ怖くない？まあ、リリソ今日髪染めたらしいね。なんか何色にしようみたいな LINE 来た。で、希望の画像を送ったけど、さすがにちょっと明るすぎたみたい不採用やった。怖いよね、ちょっと怖いよね。いや、気持ちの問題かと思ったけど、いやでも今は何もないから、まあ別に大丈夫なんやろうけど、ちょっとね、怖いよね。怖くない？別に重くないよ、このあの、この実際の重量は別に重たくないの。場所がダメ？いや、もうここで、ここでっていうか、もう室内で、家の中で。怖かった、めっちゃこの辺重くて。塩振りかけておいたら、え、塩ってなくない？実際効果なんかないみたいな聞いた気がする。背中に猫がついてる、マジで？ミカな、めっちゃ可愛いやん。肩凝ってるだけで、いや肩は凝っとる、めっちゃ言われる。なんか変なね、他の人にはない凝りがあるらしい。マッサージしてもらったら言われる。どこやっけな、なんかこの首の肩と、肩っていうか首が凝っちゃうらしくて、変なね凝りがあるって言われる。マジ整骨院来たんやけどさ、整骨院って、整骨院っていうか、なんかなんていうの、あの体をとりあえずちょっと見てもらいたい。整骨院って行って変わりますか、体痛い人
教えて。声帯？分からん。骨？骨なんかな。みかなね、ずっと1、2ヶ月前くらいから同じ場所がずっと痛くて、この背中の骨、ちゃんとしたとこ行けばここある。変わるよ。歪みが治ると楽になる。生き続けんとしんどくなる。どうしたらいいんやろ。なんかね、横こうやって向いたり、ちょっとこうやって背中丸めたり、この今の姿勢、この姿勢痛い。めっちゃ困っとる。めっちゃストレッチしてんのにさ、やばくない？さすがに1ヶ月半とかやから、ちょっと長すぎん？めっちゃストレッチしてるんよ毎日。いっぱい暇さえあれば。何時まで？19時には終わるから、もうすぐかな。リナミントやから、リナを。リナ1時間経つのマジで秒でビビったね。マジビビるね。ミカノも体感3秒。最近ドラさんの合宿映像見直した。見てないな最近。目のコリも肩こりに影響するので。あ、そうなんや。でもちょっとね、目の疲れは感じる。自分の出てる映像を見返したりする。する。バラエティ系は絶対するかな。髪色抜けにくくなったよね。なんかね、この色抜けんそう。なんでやろ。全然真っ黒じゃない、ただの。ちょっと緑？真っ黒じゃない？普通に黒って感じ。でも毛先ちょっとなんかアッシュ。恥ずかしくならない？ならんかな。でも初めは恥ずかったかも、自分の映像を見る。でも慣れるよね。画質悪いの？なんで？なんでかな？
55分とかもうなるね。ちょい止まる、マジごめん。みんな最近何してますか？そう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 、今日ね、あけんれん、あ、いた、ちちちちちゃん、なんやろ、ピエンアイって言うんやっけ、グリッターライナー01マイシャンパンゲットした。超嬉しい。私も今日買ったよ、マジ今初めて開けた。よし、これどうなるんやろ、つけてみようかな。でも今キラキラしてるか分かりづらいよね、今つけても。何もキラキラになってない時の方が使うの楽しみ。全色欲しいな。どうやってつけ、どうやってつけたらいいの？いいかな、分からん。目の下？黒目の下とかかな。どうやってつけるんやろ。え、だってこのままつけたらべちゃってなっちゃうもん。ランキング見ます。13位、フィニ、フィ、フ、フニャン。ふにゃんいイコール黒にゃんこさん、12位マスオさん、11位2番目のともさん、10位浅草さん、9位おっくん、8位ゆうくん、7位柳さん、6位くまさん、5位マリア超ガチ恋しそうさん、4位山本りょうるんさん、3位金魚さん、2位ソーサバナさん、1位みかな大好きさんです。ありがとう。山本真面目にやっとるかって誰誰誰どういうどういうコメント、真面目にやっとるわ、どういうコメント。ありがとうみんな。この後はリナの小林の卒業セレモニーを見ます。みんなも見ようね。おやすみねんけど、バイバイ、ありがとう。